Close the island. What island? Manhattan.面白かったですね。いろんな刑事の葛藤だったりとか、それぞれのストーリーの中において判断をどうすればいいのかっていう難しさだったりとか、犯罪者の心理的なものもかなり表現されていましたし、いろんな視点で物事を見ていくと、この映画っていろんなことを考えさせられるなっていうふうに感じました。もちろんアクションも面白かったですし、展開がもうどん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 早くなっていく中で、息ができる時間がないというか、休む時間がないというか、本当に面白い映画でしたね。コカインの保管庫に入った時に、あのノックがやけに慣れ慣れしいというか、やっぱりその銃社会と銃社会ではない警察の対するその取り締まりの仕方というのはかなり違うなというのをこの映画で見ても本当に感じましたね。真相をつかむという目的が彼にはちゃんとあって、場面場面でちゃんと冷静に判断できている刑事だなというのを感じました。わかるんです。僕も同僚があそこまで射殺されている状況になっていると、現場の警察官も感情的になってしまうというところもあるので、まあ、それを抑えるためにも必ず指令で生きて確保しろっていうことをずっと話してましたよね、うん、今まで多分封鎖したことはないんじゃないですかね。一度レインボーブリッジを止めたことはあるんですけど、あれ事件の実況見分をするために一時的に止めたっていうのがあるんですけど、事件捜査で東京近県につながる橋を全て封鎖したっていうことは今までないですし、これリアルで言うとそこまで警察官の数を追いつけないっていうのと、短時間で多分できないかなっていう、その指揮がしっかりしていて、警察官が能動的に動いてるような、絶対捕まえてやるぞという、その強い意識があったからこそできたことっていうのはあるかもしれないですね。ところって、まあリアルだなと思ったのは初動捜査なんですよ。ある程度の発生直後の情報をどれぐらいキャッチアップできて、その情報をちゃんと現場周辺の警察官に指示ができて、短時間で捕まえないとエリアはどん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 広がっていきますので、ましてや今回の映画に関しては銃を持って警察官を8人射殺しているとなると、これがマンハッタンが出た後にまた同じことをされてしまうっていう危機感もありますから、もうマンハッタンの中で必ず捕まえるぞということ自体の警察官の共通意識っていうのがあったということだと思いますね。もう本当にこうアクションもそうですし、そのスピード感、カーアクション、本当に刑事としては全てが盛り込んである王道なストーリーかなと最初思ったんですけども、点をどんどんこう拾っていくと最後になって線になって、僕一番インパクトあったのが、周りの警察がたくさんいる中歩いていくシーンっていう、何のために俺は今まで刑事っていうのをやってたんだっていうのが、なんかこう顔の表情にこう現れた。Close the island. Manhattan. 全ては仕組まれた罠だった。警察組織が隠す驚愕の秘密とは？21ブリッジ。裏切り者は誰だ？